こんばんは。夕方サテライトです。香港から今日はお伝えします。ご覧いただいているのは大きな衝突があった香港理工大学です。まだ数十名の学生が籠城しているという情報もあります。大学に通じる道はバリケードで封鎖されて、数名の警察が警備に当たっています。そしてこちらの駐車場なんですが、警察車両が何台か待機しています。まだまだ物々しい状況となっています。私がいますここは大学のすぐ横の地下鉄の駅なんですが、この駅シャットアウトとなっています。ただ地下鉄は走っていますので、この駅は電車通過となっているようです。まあ、これもデモの爪痕の一つということになります。私香港について都市部を走ってみたんですが、実はですね、大部分のところで普通の時間が流れているんです。日本人にも馴染みのあの場所にも行ってみました。デモの影響はどれほど出ているのか。香港を代表する観光名所、ビクトリアピークに向かいました。これぞ香港ですね。なんかこうやって上から見ると全然普段の香港なんでしょうけど、この下ではね、今すごいデモが行われてるって、ちょっとね全然分かりませんけどね。朝から観光客もいっぱいいるんですね。実は観光客の姿は意外と多く見られます。心配だけど気をつけていれば大丈夫です。周辺の店への影響はないのでしょうか。週末は結構多く来ます。応援する意味で来る人もいると思いますよ。お客さんは毎日来てるわよ。オーストラリアや韓国、日本とか、いろんな国から来てるわ。今の学生たち、デモをしてる学生たちはちょっと過激になりすぎてませんか。みんな恐怖感があるから参加しているのよ。私も中国のやり方では自由を失うのではと心配だしね。彼らの方式はあまり良くないけど理解できるわ。また他のお店の方はですね、確かに海外からのお客は減ってるんだけど、その分地元のお客さんが来てくれて、そんなに売り上げは減ってないんだとおっしゃってたのは実は意外でした。池谷さん、それは確かに意外ですね。で、その日曜日の区議会選挙に向けてはどんな雰囲気なんですか。はい、区議会選挙はしっかりやっぱりやらなければならないということで、実はデモに少し変化が起きているんです。ちょうどこちらが香港の証券取引所なんですが、ネットで呼びかけがありまして、まもなくこの場所でデモ集会が行われるということです。高層ビルが立ち並ぶ香港の商業や金融の中心地セントラル。ここでも連日抗議活動が行われています。もうあっちこっちいろんなところから声が湧き上がって、ランチタイムになるとビジネスマンや OL たちが集まり、デモが行われています。ただ一方である変化が。木曜、金曜、土曜にいかなる妨害活動もしないよう呼びかけられています。なぜなら私たちが投票できなかったら他の政党の候補が当選してしまうからです。日曜日に予定されている区議会選挙に向け、過激なデモを自制しようという動きが出てきています。民主派が躍進するとみられる中、逮捕され投票に行けなくなるのを防ぐためといいます。日曜日に行われる予定の区議会選挙、香港の民意の行方はどうなるのでしょうか。今あったように今回の選挙、民主派が優勢とは言われています。そんな中で実は親中派がこんなパンフレットを配っているんですね。中を見ますとこちら、
親中派の議員が民主派にこう攻撃を受けたような写真を載せているんです。これまでの選挙ですと親中派がこんなパンフレットを出すことはなかったそうなんですね。ある意味焦りの表れと言えるのかもしれません。そういう刺激的なパンフレットを出してくるとデモ隊をまた刺激するということにはならないんでしょうかね。いや確かにそうではあるんですが、とにかく今は選挙を無事に終わらせるためにデモを過激にしてはいけないというところに気を使っているようです。ただ選挙の結果がどうあれですね、今の事態が短期的に収まるというのはなかなか想像しがたいところですよね。そこにこんな動きもあるんです。デモで使われた仮面、ガイ・フォークスの仮面というんですが、17世紀のイギリスで王を殺害しようとした人物の顔をモチーフにしていることから、反政府を象徴する仮面としてデモ参加者が使っています。実はこの仮面のほとんどがデモに強い反発を示している中国で作られているんです。作っている工場を取材したところ、年末に向けた受注が増えていることが分かりました。本来は7月份差不多、反正就是他们那个，因为为什么圣诞节日气氛比较浓厚，所以嘛，我相信他们那边是很好的。まあビジネスチャンスというところはあるんでしょうが、香港にしてみればですよ、この仮面が使われなくなる日が早く来ることを願うばかりではないかと思います。以上、香港からお伝えしました。